ソレ、えー、や心理カウンセリングセンターの高間です。えー、今日は関東地方は雨雨降ってますね。あのー、とってもね寒い一日でした。結構ね風邪ひいてる人がいらっしゃるみたいなのでお気をつけください。えー、っと今日ご紹介するレターです。うろ覚えなのですが。 えー、中年期は第二の青春でエキサイティングだとどこかで記されていた記憶がありますそうですねまあそうかな非常に色褪せあに色褪せた毎日を送っていますあ私は中年期真っただ中なのですが非常に色あせた毎日を送っていますまあねこの真っただ中にいる時はよくわからないですよあのー 後から思い出してこうだったかなっていうそういう感じだから真、ま、っただ中にいて感じることはまあできないのはしょうがないと思うんですけどね、えー、高間先生は40代から大学院に入り直してセカンドキャリアを始められたとのことですがどうしたらそのような実りある中年期にできるのでしょうかっていうことですね 別に実りある中年期にしようと思ってやってたわけじゃなくて、まあ、流れていたらそっち方面に流れていたというだけに過ぎないのでで総合的に10年20年経ってから思い返すとはあの時はつまりこういうことだったんだなみたいなそういう自分語り、まあ、エッセイみたいなもの、まあ、そ,そういうことですよ。 だからあの、あなた自身も、ね、中年期の真った中なら、あと10年ぐらいしたら、今、自分は何をやっていたのかっていうのがね、分かると思いますよ。で、それで、ああ、こんな中年期だったんだなって、まあ、中年期、いろいろあってね、大変なんですけれども、おそらく春期よりね、大変なんですよ、中年期。 でも、まあ、その大変な中でね、なんとか毎日毎日あの乗り切っていってください、そうすると、なんかね、10年後、20年後に、ああ、こうだったんだなっていうのがね、見えてくると思います。で、多分ね、それでね、あの十分だと思います、人生は多分そういうもんだと思います。 中年期まあそう老,老年期になって若い頃を振り返ってこうなんだなあっていうこともね分かってくるしどうして私がああの高3の受験の時にあのカモメのジョナサンのエッセイを読んでいたのかっていうのは、まあ、なんとなく分かりました。最近ねようやく いろいろあれかなこれかなって考えてたんですけど、まあ、ようやくこういうことだったのかみたいなものがね、わかるので、まあ、あなた自身もね、そういう感じで、後からいろんなものがね、わかってくると思いますよ。で、それを悔やんだりすることもあるし、あまあ、そういう時期だったんだなって思うこともあるだろうし、本当にいろいろですよ。 でおそらくね、人は死ぬまでいろいろ思っていろいろ後悔していろいろ時短たふんで生きていくんだと思うんですよね。うん、まあそんな感じですね。えー、本当にあの寒いですからね、あったかくしてお休みください。それではまた。